ボス、今日は久々に魚探の話をしてみようと思います。というのもね、船の修理とともに、魚探をね、ガーミンの GPS マップっていう、まあ今まで使ってた機種よりね1個上の機種の魚探に変えまして、でその進化がね、なかなか天気が悪くて、その進化が発揮できるようなところまで行けなかったんですけど、ようやくねちょっと GPS マップの進化が分かるような場所まで行けたんで、ちょっとその辺のね、エコマップと GPS マップの違いなんかも最後まとめてあるんで、最後までご覧ください。おはようございます。今日は久々に天気がいいですね。いやー、もう船直してからね、ほんと1日外出れるのこれで2日目じゃないかな。もう久々に天気がいいです。で今日はね、お客さんもいないんで、私一人なんで、せっかくなんでね、普段やってないことをやってみようと思って、で魚探をね、前エコマップ、ガーミンのエコマップを使ってたんだけど、今度新しくアクアマップっていうね、1個上の機種に変えまして、で本体の出力もね、500ワットから1キロワットにアップしてますんで、ちょっと概要でどこまで深いところまで見れるか、前のエコマップだとね、200メートルちょいぐらいが実用では限界だったんですけど、まあ、今回新しい魚探にしてね、本体側の出力は倍になってるんで、まあ、ただね、振動子は前と一緒なんでね、あんま変わらんような気もするんだけど、ちょっと今までもう本当概要出れなくてね、そもそもこの新しい魚探の性能チェックもできてなかったんで、それも兼ねて今日はちょっとやっていこうと思います。なんでね、今日基本的にもう水深150より深いとこだけのポイント開拓をやっていこうと思います。なんで今日は水深 150m 縛りでやっていきます。今ね、6、7ノットぐらいで走ってますけど、250超えてもまだ全然底取れてますね。前のエコマップだとね、もうそろそろこの辺が限界だったから、やっぱり本体側だけでもね、出力がアップしたら結構そこが取りやすくなるんですね。とりあえずどこまで取れるのかね、300ぐらいまでちょっと下ってみましょうか。おー、ついに300を突破しました。 300m。いや、やっぱ全然違うね。エコマップとアクアマップだと同じ振動子でも、いや、6ノット前後で走ってて300でも全然余裕で底取れますね。いや、前のね、アクアマップと GP41 の組み合わせだったら、もう6ノットで走ってたら220とか30ぐらいでも底取れなかったんで、いや、やっぱ全然違う機種、あの本体側の出力を上げるだけでもね。まあ正直こんなに深いところのポイントが探してどうするんだっていう話もあるけど、まあでもね、300とかこれで底取れるようになったから、まあ浜台とかね、まあ旗もどきとか神田木とか、そういう魚のポイントもちょっとこれから探していけるかもしれないですね。まあ今日はこれからとりあえずクルージングですね。深川のね、もう釣りっていうよりはポイント探しで今日は一日使おうと思います。はい、それではですね、今まで使ってたエコマップと、あと今回新しく取り付けた GPS マップ、この2つのね、違いを簡単にスライドでまとめてみましたんで、ちょっと説明していきますね。上側がエコマップ、下側が GPS マップ。画面の大きさでね、値段が変わりますんで、エコマップは9インチ、 GPS マップは私が使ってる10インチのモデルで、シミュレーションしております。でまずね、金額なんですけど、上のエコマップで、振動子は深場用のね、まあ、カンパチジギング用だとだいたいこれになると思うんですけど、 GT41 っていうやつを振動子は、つけております。で、本体がエコマップ23,890円、振動子が66,000円で、合計すると296,890円になります。それに対して GPS マップ 1022XSV、まあ、私が今使ってるやつですけども、本体が247,999円、振動子が66,000円で、合計が313,999円です。まあ、これもね、ネットで買うだろうから時期によって前後すると思うんですけど、今現在だと差額がですね、17,109円しかないです。意外とね、エコマップって高いっすよね。こ
だったら絶対 GPS マップの方が正直お得なんではないかと思います。で、一番の違いはいろいろあるんですけど、まあもう一番の違いは振動子のソナ出力ですね。これがエコマップの場合は 50W に対して、GPS マップは倍の 1kW、1000W ですね。なんで、出力が、振動子の出力がもう倍になってるということです。で、まあ私もね、振動子が一緒だったら、別に本体側の出力が上がっても、あんま変わんないんじゃないかなって思ってたんですけど、実際にね、本体を変えてみたら、全然違ってましたね。で、その辺の今日の感想をね、次にまとめております。で、6ノットで巡航した場合の最大探知振動ということで書いてありますけども、まあ、大体ね、ポイント開拓するんだったらやっぱり最低でも6ノットぐらいでそこを取ってくれないと使いようがないんですよね。もう 1,2 ノットでじゃないとそこを拾いませんじゃもうポイント開拓にならないんで、まあ、最低でも6ノットで運転した場合にそこを取ってもらわんと困るということでね、まあ、6ノットで巡航した場合の最大探知振動ということで書いております。で、まずね、以前使っていたエコマップの方ですけども、まあ、魚探の周波数は 50kHz と 200kHz2 つありますけども、まあ、この辺はね、過去動画で詳しく説明してるんで今日は割愛しますけども、50kHz の方がね、そこは深く取れますんで、だいたいね、エコマップの場合だと 50kHz で水深 230m ぐらいが限界だったですね。 200kHz だと 200m ぐらいですかね。で、しかもね、これはね、ベタなぎの時限定です。ちょっとでも波が立っちゃうともう200超えたら映らなくなるっていう状態でした。だからエコマップの時はね、結構水深 200m ラインのね、ポイント開拓は本当ベタなげの時しかできなくて結構苦労しておりました。で、それに対して今日使ってみたんですけどもね、 GPS マップの方ですね、いや、すごかったっすね。もう今日ね、とりあえず 350m 以上の水深は行かなかったんですけど、 350m までは余裕でそこが取れました。50kHz でね、一応最初やってたんで、50kHz だと 350m 以上確実に底が取れます。ちょっとまだ底が分かりません。これ以上深いところ今日行ってないんで、まあでも 350m より深いところ行くことは基本的にないんで、まあ私の釣りではもう十分かなと思います。で、その後ね、 200kHz でもやってみましたけども、一応 300m ぐらいまで 200kHz でも見て全然底が取れました。いや、なんでね、カンパチのやっぱりデカンパを狙うんだったら、やっぱ 200m ぐらいでね、いいポイントを開拓したいんですよ。そうするとね、やっぱりすごい GPS マップの方がポイント開拓はやりやすいですね。前はほんとベタ波の時しかできなかったんですよね、 200m とかね。しかもすごいゆっくり走って、ものすごい効率の悪い開拓の仕方だったんで、今回からはね、 GPS マップになって、もう多分 200m ぐらいだったら結構ね、10ノットぐらいでも底が取れそうな勢いだったんで、かなり開拓がこれからデカンパポイントのね、開拓がはかどるんじゃないかと思います。ほんとね、なかなかポイントっていうのは水深が深くなればなるほど探すのは難しいんですけど、ただ深いところでいいポイントを見つけた時の爆発力はとんでもないものがあるんで、ちょっとね、これからこの魚探で基本的に一人で行った時はもうポイント、深場のポイント開拓メインでやっていこうと思います。なんで一人の時はね、あんまり超過は多分ないと思う。ほとんど釣りができないんで、ポイント開拓の時は。で、まあ実際に今日深場 150m 以上のポイント開拓をやりましたけども、5時間クルージングして見つかったポイントは2箇所だけ。まあ2箇所でも見つかってよかったですけどね、最悪1箇所も見つからないっていうこともザラなんで。で、ジグはですね、4回しか落とせませんでした、5時間で。で、釣れた魚はまあちょっと後で、この後動画に上げておきますけども、大したものは釣れておりません。まあそんな感じでね、深場のポイント開拓ってのは、いや、もうほんとめちゃくちゃ修行というか大変です。あとね、やっぱね、結構スピード出しててもね、速攻が失わなかったですね。今までのエコマップだと、まあ大体14ノットとか結構速いスピードで運転したら、もう別に浅いとこ、もう 100m もないような水深でも結構底が取れなくなったりしてたんですけど、とりあえずね、水深100とかだったらもう16ノット超えても全然
GPS マップだったらそこを失わないですね。まあやっぱ本体側の出力が変わるだけでこんなに変わるもんなんですね。知りませんでした。で多分ね、今度振動子をもう本当に 1kW に対応したようなもう30万ぐらいするようなやつを買えば、おそらくだけど多分 800m とか 1000m とかもね多分するんだろうなと思いました。まあただまあそこまではいらないかな。今日 350m 余裕でそこ取れたらまあちょっと私の釣りには必要十分かなと思ってまして、これからね楽しみですね。多分熱いデカンパポイントがいつかね、そんなすぐは見つかないと思うんですけど、まあ何回か行ってれば何かしかは見つかるんじゃないかと思いますんで、ぜひ、これからご期待ください。やっぱりねポイント開拓はね大事なんですよね。ほんとやっぱ新しいポイントを開拓しないと新しい魚種も見つけられないし、安定した釣果は望めないことはね、重々分かっておりますんで、ちょっとこれから一人で行くときはねポイント開拓メインで行ってみようと思います。あと最後にね、ポイント開拓でどんな魚が釣れたかをちょっと残しておきますんでご覧ください。これで食ったけど何これ全然引かねえ。イカ？なんかこれでラインが止まってとりあえず合わせてみて持ってはいるけど全く引かない。なんだこれ、イカかもね。何にも引きません。キャプテン前だからね、生き物なのは間違いないんですけど、いやー生命反応が全くない。イカかこれ。さあなんだ、ほらやっぱりほらやっぱりほらでかい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 、あバレたー、くっそー、しまったー、でバレたー、でかいイカだったやっぱり。まあいっか、2キロぐらいのイカでした。まあ姿が見れてたらいっか。やっぱなああいうのいってイカなんだな。うん、やっぱこの時期はイカが食ってきますね。なんかねジグにね、残念。
本散らしたね。水深170ちょい。ちっちゃいな。なんだろうね。着丼だったね。水深173。ようやく昔前のポイントで、なんか来たけど。なんでしょう。はあ、8匹？なんかヒメダイにしては赤いっすね。8匹かなこれ。なんかヒメダイにしては赤いから8匹かもしれないですね。身が赤かったらね。なんだろう、後でさばいてみないと分かんないですね。でも奄美で8匹ってあんま釣れないから珍しいな。